行くぜ。物心ついた時にはこの空に浮かぶ島にいた。マスターエメラルドという巨大な宝石を一人守って、理由なんか知りやしない。ただそうだったというだけだ。今も、そしてこれからも。なんだ、お前は。ああ、マスターエメラルドだ。お前の仕業か。なんてことしやがる。くそ。待て。始まったか。マスターエメラルドが亡くなれば、その力で浮いていたこの島はまた落ちる。エメラルドのかけらを早く集めて、マスターエメラルドを復活させないと。しかし、エメラルドのかけらはあちこちに飛び散ってしまった。手当たり次第に探すしかないか。こんなもんだろ。
見つけたぜ。ま、こんなもんだろ。なんだここは。見たこともない。いや、知ってる。俺はここを知っている。ここは一体どこなんだ。我が国の繁栄のためには必要なのだ。あの七つのエメラルドは。まだ飽き足らないっていうの？他の国に攻め込んで物を奪ったり人を傷つけたり、そんなのはもうたくさん。誰にもあの人たちの聖域を奪う権利なんかないのよ、父さん。あれ、ここはステーションスクエアに戻ってきたのか。どうなってんだ一体。ドクターエッグマンじゃないか。ん？あの光ってるのはマスターエメラルドか。ま、待て！やい、ドクターエッグマン、マスターエメラルドを返せ。ギ、ナックルズ。違う、これはマスターエメラルドじゃないわい。確かに。ふん、まあいい、貴様には腕試しの相手となってもらおう。カオス。カオス、そいつはちょっと違う気もするが、間違いない。エメラルドが壊れた時のあいつだ。探す手間が省けたぜ。礼はしなきゃいけないからな。いいぞカオス。バカな、姿が変わった。そんなハッタリは効かないぜ。
口ほどにもないやつ。やりおったな。まあよい、まだまだカオスの力はこれから。何を負け惜しみきやがる。うん、それよりいいことを教えてやろう、ソニック。は？何？ソニックはどうかしたのか。あやつもマスターエメラルドを狙って飛び回っておるぞ。なんだって？こんなところで油を売っとる暇はないのではないか。ソニックどういうことだ。ソニックがマスターエメラルドを狙っているっていうのも気にかかるが、とりあえず俺は俺で探すしかないな。しゃべるクロウよ。土や岩の上で穴掘りができるの。ジャンプボタンとアクションボタンを同時に押してみて。よっ。
んなもんだろ。プレイするキャラクターを選ぶんだ。ファイル、うん、待っててね。来たのか？なんか危ない。非常事態が解除されました。モノレールの通常運転を再開します。しおったか。しかしちょうどいい。カオス、それだ。そのカエルを手に入れるんじゃ。カオスエメラルドと共に。そいつがお前。カエルのいるところに向かってルアーを投げ入れるのよ。
やったー、よーしもう離さないぞ。よし、あとは俺に任せて、早く逃げるんだ。うん、ありがとう。さあ帰る、うん、ここから逃げようよ。これ使えるのかな。動かし方わかんないけど、まあいいか。